はい、ピアノがですね弾けるようになる方法ということでですね、今に23回目になるんですけれども、はい、なんかすごい聞いていただいてですね、本当に、本当にもう申し訳ありませんという感じですね。まあこれだけですね、まあ、ピアノの動画とかですね、音楽の動画っていうのがですね、まあ、たくさんある中でですね、なぜかね、聞いてくださるってことがですね、非常に、まあ、不思議といえば不思議ですけれども、まあ、私もですね、ただ、一生懸命ですね、まあ、一生懸命っていうかですね、まあ、好きなことをね、やってきたっていう、それだけなんでございますけどもね、でこれからもまだね、まだまだいくらでもやってくるんですけれども、今日はですね、まあピアノが弾けますよっていうのはこうね、こうやって、これでもう弾けたってことっていうことでもう100回ぐらいはこのチャンネルに入ってると思うんですけど、100回は言ってないかな、どうでしょうか、はい、結構言ってきたんですけどね、それで、まあ弾くのは弾けるわけですよ、弾くのは弾けるわけですよ、だからそれとですね、まあパソコンをこう、まあ、たたくって言ったらキーボードを打つキーボードを打つわけですね、パソコンとですね、スマホでもタップするっていうじゃないですか。だから何が違うのかってことなんですよね、だからこの弾くってことは、ピアノを弾くってことは、これを押すってこと、押すでもいいんだよね、押すってことじゃないわけですよね、よろしいでしょうか。で私はですね、別に偉そうなことを言うつもりもないですしね、あんた間違ってるっていう方はね、まあ、何でも書いていただいても結構ですし、お電話いただいてもいいんですけども、今こうね、待っててごらんっていう曲をここにちょっと今やったんですけど、なかなかね、だからまあピアノだけ、ピアノだけよりはですね、やっぱり歌の方がいた方がですね、やっぱ歌を歌ってくださればですね、やっぱそれが何か何かしらの表現を、してくださるわけですよ。歌って全部出るので、まあそういうようなことなんですよ。音楽っていうのはですね、音楽なんですよね。ピアノを弾くっていうのは音楽なんですよ。ただ最初の時点で指がちゃんとこうですね、私いつもこの、これはやればできるわけですよ。やればできるわけですよ。やれば、で、ただこれを指を動かしてやるってなると、これは単なる肉体労働なので、続かないわけですよね。続かないんですよ。単なる肉体労働で、しかも別に何ですかね、なんだろう、なんかになるわけじゃないわけですよね、だからそうではないわけですね、ピアノを弾くってことの意味ですね、意味っていうのは、ピアノを弾くってことはピアノを弾くことではないわけですよね、ちょっとよろしいでしょうかこんな感じでね。で、さらにですね、ちょっとこれはちょっと恥ずかしいんですけれども、ちょっと録音させていただいて、別に私はですね、もう何でもない、本当に何でもない存在ですので、
ただですね、まあ、ワンネスっていう言葉はですね、やっぱりちょっと腑に落ちる部分が結構、うん、あるわけですね、うん、やっぱりこう死ねば地球に戻るわけですね、全ての、うん、全ての方が地球に戻るわけですね。で、あと量子力学っていうのがあるじゃないですか、ね、二重スリット実験とかね、うん、まあそういうのね、難しくね説明しているくださってる方もいらっしゃるんですけど、そんな難しいものじゃないんですよ、うん、で紐理論っていうのがあるわけですけど、紐理論とかなんとかってね名前があるんですよ、うん、ね、最小この全ての物質を最小単位まで分析していくっていうことですね、はい、そうするとまあ、全ての存在は同じものかもしれないし、それは私には分からないですけども、まあそういうような、うん、だからまあいつも言ってるんですね、まあ自らの伝言もそうですね、自らの伝言ですね、あるいはまあ人間はもう、まあこれをですね聞いてくださる方がですね、多分あの、うん、いつも大体20回ぐらい再生していただくので、あの下手したらなんかもう100回いきそうなやつもあるんですよ、ね、だからちょっとこれはねこの話はあれなんですけど、人間はもう人間だけじゃなくてですね、ほとんど水でできてるわけです、このあの、親分とかですね、ピヨピヨババとかピーちゃんとかウサギさんとかポッポちゃんもですね、まあ、分析していくと、まあ、水分もゼロじゃないと思うんですよね、うん、でそれは私には分からないですけれども、まあ、その最小単位のですね、うん、まあ、原子とか原子核とかですね、素粒子とかですね、まあ、そういったものが結びついてこの形になってるわけでございますね、はいはい、そしてでもこの方々は動かないじゃないですか、結構ね動かないですよね。でも人間は動けるわけですよ、人間とか、動物、にゃんこさん、ワンちゃんね、動ける。それは何で動いてんのかっていう、うん、ことなんですよ。よろしいでしょうか、よろしいでしょうか。難しくはないと思うんですけど、人間っていう物質も、このピヨピヨババとかピーちゃんとかポッポちゃんも最小単位までですね分析していくと、もう紐理論っていうのが今出てるわけで、そういうことになっていくと思うんですけどね、うん、そして、うん、この全ての物質はそれがそのだから金属とかだってなんだってですね、うん、あのまあ、分解っていうんじゃないんですけどね、うん、あの決着っていう言葉があるんですよ。決着っていう言葉がですね、決着、くっついてるっていうことですね、はい、だから私はあの、空中元素固定元素ですね、元素っていうのを言ってきたんですよ。元素で検索していただくと、この空気中も元素で満ちてるわけですよね。元素で満ちてるわけですよ。よろしいでしょうか。難しい。元素で検索してみていただくと、つまり、まあ、目に見えないものは信じられないわけですけれども、目に見えなくても空気は確かにあるわけですよね。目に見えなくても空気はあるわけです。心はあるわけですよ。うん、だから、この今のいわゆる科学という、いわゆる科学というものでは何も分かってないっていうことなんですよね。そしてその空中元素固定のクキューティーハニーっていう漫画なんですけど、なんかが分かってるからそういう漫画が作れたわけですよ、うん、この量子力学って言葉がこれだけ流行る前にね、できてるわけですよ、永井豪さんですよね。永井豪さんでいいと思うんですね。で永井豪さんはデビルマンレディでもそういうのが出てくるし、あと手塚治虫さんでも出てきますね。サンダーマスクとかね、いろいろ出てくるんですよ、ね、ツイッターでサンダーマスクで検索していただくともうすぐ出るので、
もう一発なんですよ、うん、サンダーマスクでね、うん、で他にもですね、うんうん、いっぱいそういうのね、もういっぱいあると思うんですよ、うん、私が知らないだけですね。全部教えて、名探偵コナン、名探偵コナン一生懸命も頑張ってますけどね、名探偵コナンの声を変える機械ですね、あれがまあつい最近ね流行ってますけどもね、だからもうずっと前からその作者っていうのはなんか分かってるかできてるか、うん、どうなのか分かんないですけどね、うん、だから漫画とか小説とかアニメとか映画とかは全部本当の話なんだっていうことでですね、ずっと長い間話してきたんですけど、本当の話なんですよ大体ね。だから空中元素固定が私はできんじゃないのかなと思って、それだけは録音してきて今も残ってるんですけど、まあ この動画だってね残ると思います。はい、何ピアノが弾ける方法って、うん、だからピアノが弾ける方法なんですよこれが、うん、ピアノを弾くってことはこの水分でできてるですね、自分の肉体がですねが動くわけですよ、なぜか動くわけですよ、うん、このピーちゃんは動かないわけですよ、動かない、でも動いてるかもしれないんですよ、わからないんですよそれは、ポポちゃんも動いてるかもしれないんですよ、うん、この体の中では動いてるかもしれないし、それはわからないんですよ、うん、あと時間は存在しないとかですね、いっぱい出てきてるわけですね、うん、パラレルワールドの話もいっぱい出てきてるしですね、マッドフラットとかですね、うん、何もわからないわけですよ、うん、月はホログラムだとかね、わからないんですよ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 、月には行けてないわけですよ、うん、月にだから物体があるのかどうかもわからないですね、わからないんですよ、月ってものが存在するかもわからないんですよ、うん、もうそこまで来てんですよ、でも行けないからわからないんですよ、うん、分かってるのはなんかね、成層圏まで飛ばしてる動画が出てんですよ、あれは本当だと思うんですよね、成層圏までなんかをこう飛ばしてる動画が YouTube に載ってますよね、うん、そこまでは分かってると思うんですよ、うん、ということですね、ピアノが弾けるってことはですね、どういうことかっていうとですね、結論なんですけど、やっぱありがとうしかないと思うんですよね、うん、自分の体にですね、自分の心にありがとう、これすいませんね、恥ずかしいんですけどね、ありがとう、私は、うん、あと娘ですね、うん、息子も大好きなんですけど、息子も大好きだし娘も大好きですね、大好きなんで、でもねもうずっと離れてるんですけども、うん、その愛してるっていうのだけはもういつも思ってますし伝えてますね、あと自分の父親ですね、うん、やっぱり、うん、すごい、うん、本当に喧嘩ばっかしてたけど、うん、やっぱり愛してるんだなってね、うん、すごい、うん、本当ちょっとね、うん、ちょっと苦しくなってきましたけどね、こういう感情ですね、うん、これなんですよ、うん、これがピアノを弾くことですね、うん、なんかパソコン、まあ、パソコンをねやることもですね、まあ、やっぱりなんか目的があるからそれをやるんであって、うん、まあ、パソコンも結局は同じことな、まあ、何全ての、ね、全ての人間の行動がそういうことなんですけれども、うん、やっぱりですね、愛してるとかですね、やっぱり愛してるってことですよね、うん、愛とは言わないですけど、愛してる、愛してるってね、うん、愛してるでいいと思うんですよね、うん、ね、家族を愛してるわけですよね、うん、だからピアノが弾けるっていうのはですね、やっぱり私は、うん、そういうことなんだろうと思うんですね、まあ、だからパソコンやるのもピアノやるのもまあ同じなんですけども、ピアノをやる弾くってことはですね、やっぱりですね、うん、その
まあ、愛情が出るわけですね。愛情が出るわけですね。だから私はもうこう、これかくもう隠しようもないからですね。ということでですね、なんか伝わればなと思うんですよね、うん、でこれをもっと深く、もっと深く、もっと深い感情、深い感情っていうのがやっぱり存在するんですよ。深い感情っていうのが存在するんですよ。で、うん、この曲はもう本当に優しい曲、待っててごらんっていうね、待っててくださいっていう、まあ、そういうね、あのこの作詞家と作曲家の方がですね、そういう思いで作られてるわけですから、うん、ね、全部そうですね。このアニメもそうですね。いろんな思いがあってですね、うん、それを表現されてるわけですよね、ですからピアノを弾くっていうのはもう言葉ではもうこのぐらいしか言えないかもしれないんですけども、この音楽っていうのは言葉でない部分が表現できるわけですね。今ちょっとはできたと思うんですよ、うん、これがピアノが、ピアノを弾くっていうかですね。だから単にこうなんかね、うん、まあ私はガチャガチャピアノって言っちゃうんですけど、それも別に、うん、あのまあいい楽しい部分もありますよ。あることはありますね。だから私はストライドピアノとか好きですね。あのストライドピアノってね、ズンチャ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 でね、うん、まあそれはあまり私できないんですけど、まあまあやれば頑張ればできる、まあできる、うん、まあでも2人でやればもっと楽ですしね。あの1人で一生懸命頑張んなくてもね、2人でやればもう超楽にできるじゃないですか、うん、だからその連弾連弾っていつも毎回このね、あの恐怖の弾き語りなんか連弾がいいですよってずっと言ってんですよ。もう楽な技術でね、楽な技術で、だからなんか難しい技術をですねやることが音楽ではない、まあそれはあの見せるっていう意味ではね、ショーとしては、うん、あの面白いからですね、あのいいそれはいいんですけども、うん、やっぱそれだけだとちょっとね、それだけだと、うん、やっぱりですね、うん、愛がないものはですね、まあなんかコマーシャルでは変なコマーシャルあのね、うんうん、あるじゃないですかコマーシャルでね、うん、だからそのコマーシャルもね愛がないですよね、うん、あのコマーシャル愛がないですよね、うん、ないと思いますね、うんうん、金借りてくれっていうね、うん、なんかね、うん、全然愛がないんですよ、うん、ないんですよ、うん、でそんなこと誰だってわかるじゃないですか。だからそういうコマーシャルは見たくないんですよ、見たくないんですよ。もう誰ももうそういう時代じゃないんですよ、うんうん、ねえくらいで、だから あの指なんて動くんですよ。このピーちゃんは動かないけど、人間っていうのはなぜか動くんですよ。体が動くんですよ。うん。ね、だからそれこそスポーツ選手とかね、あの鉄棒の選手とかね、棒高跳びでも何でもいいですし、陸上競技でも野球でもサッカーでも動くじゃないですか。ね、うん。それなんで動くのかっていう心ですよね。うん。心ですよね。だから動くんですよ。
でパソコンを一生懸命やって会社でお仕事されるっていうのも結局は、うん、そういうところに行って、でもそんなに働かなくてもいい社会っていうのがもっとできるはずってことでですね、いろんな通貨発行権とかですね、そういう話いっぱいしてきたんですけれども、うん、まあ今日はしないんですけれども、まあね、もうツイッターにねいっぱい載ってますのでね、いろいろ、うん、まあ YouTube にも載ってますしね、いろいろ載ってるじゃないですか、うん、いろいろ載ってますよね、この世界の仕組みというかですね、うん、載ってるのでですね、うん、だからそういうピアノが弾けるっていうのはどういうことなのかっていうことで、これまたですねちょっと続きがあるかもしれないんですけども、ないかもしれないんですけどもですね、うん、あ昨日ねこのハウルの動く城ね、世界の約束なんてやってる、うん、これやっぱりねすごい曲ですよね、すごい曲ですよ、映画は見てないんですけど、うん、すごい曲だなこれね、うん、すごい、これあの方ですよね、あのハープのねあの有名な先生ですよね、うん、だからなんかそういうのがあるからやっぱり、うん、そうなんですよ、そういう方はねこう、うん、まあ出るべくして出てくるか、ちょっと私にはわからない、芸能界のことわからないですけどね、うん、でもそういうね愛がある音楽なわけですよね、うん、これ歌うのがね、ルン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 でも私の歌じゃダメですけども、なんかは伝わると思うんですよね、だから再生していただくのかなっていうね思うんですよね、うん、なんかが伝わってると思うんですよ、うん、これはねもう隠せないのでね、もう本当に何も隠せないし嘘偽りないもんですからね、そういう感じでピアノが弾けるようになる方法第とかつかないですけどね、23回目ですね、はい、だから弾けるんですよピアノはね、うん、そして、まあ、何をやることも全て目的は一つだと思うんですよね、うん、だから人と人が争うっていうのはもう本当に大きな間違いなんですけども今この三角ピラミッドの社会っていうのは残念ながら、うん、ちょっとねまあこのね、そういう方が、ね、そういう方しか言えないんですけども、このね、まあ日本なら日本っていう国をですね支配してて、うん、そういう風になってんですよ、うん、だからそういうのをですねちょっとやめてもらうと本当に優しいわけですね、うん、YAP 遺伝子っていうのも YAP 遺伝子っていうのももうしょっちゅう出てくるしですね、日本人っていうのは本当に素晴らしいっていうことでですね、まあ、日本人だけじゃないですよね、もうみんなね、うん、だから本当はそうなんですよね、ただ私もですねちょっと分かりやすくね、まあ、明治天皇すり替えっていうのも言ってきたんですけども、もうね、うん、もうそうじゃなくてね、明治天皇すり替えじゃなくてね、まあその、うん、まあ、太平記っていうのね、太平記っていうのを見ていただければ分かるんですよね、二大王朝制っていうね、二大王朝制、そこでもう分かるわけですよ、天皇陛下が2人いるわけですよね、同時にだから結局は、うん、それを使って
まあ、国民をですね、支配したいんだなっていう、そういうことじゃないですか。うん、だからそういうことなんですよ。うん、ね、うん。あとお金集めとかね、お金集めと、うん、まあお金集めっていうのは支配したいってことですよね。うん、はい、まあもう一個のチャンネルでですね、まあまた今日も喋りましたけどもね、うん、そういうことでですね。ピアノを弾くっていうのは結局は、まあね、そういう、うん、この一個音を出すのにですね、やっぱありがとうっていう、ありがとう、ちょっとこれはタイトルに書けないですけどもね、恥ずかしいんで、ありがとうってことなんですよ、このね、これができるってことがですね、ありがとうっていうことですよね、うん、ありがとう、あるいはもっと言うと歩けるとかですね、歩けるってことがやっぱすごいことなんですよ、うん、歩けるとか話せるとかですね、すべてすごいことなわけですよ、うん、すごいことなんですよね。あとこの聞くってこと、聞くってこともすごいことなんですよね、うん、だからすべてそういうこと、だから、うん、そういうことだって思うんですよ、私はね、私は思うんですよ、いろんなことをですね、やっぱ勉強してきてですね、だから感謝感謝って言うんですけども、でも感謝って言われても、うん、やっぱりですね、この社会がそうなってないから、なかなかね、それがふっとね心に入ってこないんですよ、帰ってこないんですよ、うんうん、ね、私もだからピアノをね、もっとかもっと感謝してね、もっと感謝して弾けばもっと違う音が出るかもしれないし、違うアイデアが出るかもしれないですしね、わからないんですけども、はい、そんな感じで何かが伝わればなと、ピアノのが弾けるようになる方法でございました。はい、どうもすいません、いつも長くてですね、はい、どうもすいません、失礼します。